今回はすぐに使える恋愛心理テストです。自分の恋愛タイプを知ってますます恋愛上手になっていきましょう。ぜひ直感に従って答えてみてくださいね。自分の知らなかった自分に出会えるかもしれませんよ。回答時間は10秒です。それでは早速やってみましょう。横断歩道の信号待ちをしています。あなたがよく考えることは次のうちどれですか？ A 早く青にならないかな。 B あの人かっこいい、おしゃれよね。 C 誰かに見られているかも。 D これといって特に何も考えない。終了です。この心理テストではあなたの運命の人はどんなタイプの男性かがわかります。 A の早く青にならないかなと時間や次の予定のことを考えることが多いあなたの運命の人は、活発で行動力に富み、思い立ったが吉日というじっとしていられないタイプです。バイタリティにあふれ、誰に対してもハキハキと物を言える人でもあり、リーダーになるか一匹狼でやっていくかの傾向を持っているでしょう。考えているより動いてみようよと今一歩踏み込んでいけないあなたを後押ししてくれる存在、情報過多の頭でっかちになりやすいあなたに勇気を分け与えてくれるような人です。第二の生きる原動力を得て、あなたも身軽に新しい生き方を実践していけるはずです。 B のあの人かっこいい、おしゃれよねと人の持ち物やファッションチェックをついしてしまうなど、他の人を気にしがちなあなたの運命の人は繊細でデリケートなタイプです。感受性豊かな芸術家肌の人で中性的かもしれません。やや引っ込み思案でおとなしい人ねと周囲から言われることもあるかもしれません。奥手で恋愛経験も少なめですが、年齢とともに夫にするならこういう男性と言われる人です。そのためいつの間にか周囲の女性陣からの人気度が上がっているのも特徴です。うかうかしているとライバルたちとの争奪戦に巻き込まれるかもしれません。この人かもとピンとくる人がいれば先手を打ちましょう。Cの誰かに見られているかもと周囲の人の視線が気になるあなたの運命の人は、頭の回転が速く仕事ができる知的なタイプです。誰とでもそつなくコミュニケーションを図り、明るく気配りもできる明るい人です。同性異性を問わず周囲の好感度も高いでしょう。そんな人だからこそ自分の評価は少し低めかもしれません。あなたともノリよく会話を弾ませていても、心の中ではどうせ僕なんかと思っていたりするのです。あなたの持ち前の
ショトス猛進的なパワーを生かして先手必勝とばかりに押していくのが得策。何事も尾を引かないタイプの人ですから心配はいりません。押して落としてしまいましょう。 D のこれといって特に何も考えないというあなたの運命の人は、面倒見がよくしっかりした大人の男性です。リーダー気質もありますが、前に出るより後ろに控えてドンと構えて全体を見渡しているタイプ。あなたはちょっと地に足がつかないところがあるはず。普通の人は驚いてしまう趣味や精神世界系のサークルに入っていたりする人も多いようです。彼はおおらかに受け止め、何であれ経験は宝物、一種のチャンスとばかりにあなたの世界に足を踏み入れてくるでしょう。彼なりに発見と学びがあり、彼の生活にも夢やロマンの色が差してきたら、あなた自身が存在感に自信を持てるようになるでしょう。あなたの世界にものすごく興味を示してくれる異性がいれば、逃さずゲットしましょう。